イテム番号 SCP-707JP。オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-707JP が存在する403号室は、現在財団が借用しています。403号室の部外者による侵入を阻止するため、外部へ繋がる窓はすべて強化ガラスに取り替え、封鎖してください。玄関は財団製のオートロックとアナログキーによる20ロックを設置し、常に施錠された状態で管理されます。説明 SCP-707JP は、県、市に建設されている、マンションの4階、403号室で発生する異常現象です。SCP-707JP が発生する部屋の間取りは 1LDK、約25平方メートル、で他マンションの内装と同等ですが、浴槽やトイレなどの壁が全て破壊されており、個室や壁が存在しない一つの空間へ変化しています。室内の最深部であるリビングの壁際には経年劣化と汚染が認められる椅子が一脚存在しているものの、照明器具をはじめとした家具全てが破壊されています。これら物理的破損は SCP-707JP の異常要請により破壊されたものであると推測されています。SCP-707JP は403号内に生物が侵入すると異常要請が発生し、侵入者が内部へ進行するごとに段階的に影響力が増加します。403号室唯一の出入り口である玄関付近では、個人差があるものの圧迫感を自覚する程度に終わり、容易に脱出することが可能です。玄関から約2から3メートル進んだ位置に到達すると、進行者の肉体に物理的な影響が現れます。真に勇者派身体動作が緩慢となり進行に支障をきたすようになります。この時点で真に勇者派玄関側へ戻ることが不可能となり、外部による援助活動は無意味な結果に終わりました。約5から6メートル進むと進行者の肉体に、打撲や骨折をはじめとした負傷が発生します。特に影響を受けやすいのは四肢の末端部分と全身の関節部位で、内部進行または時間経過により負傷箇所が増大、重症化していきます。特筆すべき点として、肉体の負傷は進行者の気役部や股関節に致命的な負傷を発生させますが、進行者には一切転倒は認められませんでした。約7メートル付近で進行者は、自身の意志や肉体の負傷に関係なく未知の力で最深部へと進行し、全身をあらゆる方向から圧縮され死亡します。SCP-707JP 内で発生するこれら物理的損害は、室内に不可視の物体が存在していることで発生するものであると推測されています。707JP 研究チームは室内に存在する不可視の存在を証明すべく、サーモグラフィーや暮らしカメラを用いて室内の観測を行いましたが、403号室内に生体反応が検知されたことはありません。財団標準耐圧スーツを装備した状態なら最深部へ進行することが可能ですが、退出が不可能であることに留意してください。詳細は調査記録、3を参照。調査記録。調査記録、1、調査目的無人ドローンによる玄関と窓からの進行。結果玄関から侵入ドローンは3メートル付近で不可視の障壁に遮られ、それ以上進行することができなかった。窓から侵入した場合、約10センチメートル入室したところで破壊された。調査記録、2、被験者 D622、調査目的403号室に D クラスを投入し、室内の調査を行う。結果5メートル付近で全身の骨折が発生、未知の力で進行する様子が確認された。8メートル付近で頭蓋骨陥没により終了。調査記録、3、被験者 D985、通信機器、小型カメラ、ライトを装着。扱いによる終了を回避するため、財団標準耐圧スーツと命綱を装備させている。調査目的最深部の到達と期間。録画開始。糸栗博士、それでは実験を始めます。D985 室内への侵入を開始してください。異変や違和感を覚えたら、その都度報告するように。D985 はい、わかりました。今玄関ですが、なんだか圧迫感があります。目の前に何かがあるわけではないのに、精神的に進みづらいです。威圧感に似たものを感じました。糸栗博士隊に支障はありませんね。進行してください。D985、数分間の沈黙、玄関から3メートルぐらい進みました。身体が重たく、動かしにくい。すごく狭い道を進んでいるみたいです。中は非常に荒れています。台風でも通ったみたいだ。
リと栗博士室内の細かい様子を報告してください。P985、天井の照明器具が落ちて、そこら辺に蛍光灯の破片が散らばってます。腐ったものが乗った大きな皿と、折り紙を縦に細く切って、輪っかにして繋げた紐があります。パーティーによく使われるやつですね。あとは、子供用の赤い着物と、プレゼントが入っているのかな、派手な包装紙の箱があります。全部、ぐちゃぐちゃになっています。糸栗博士他に何か気がついたことはありませんか？P985、廊下を過ぎたあたりから、背中が押されている感覚があり、だんだん強くなっているようです。他には、ゴーグルに水滴がつくようになりました。この部屋はサウナみたいに蒸し暑いんじゃないかな。それと、これはスーツ越しでもわかるのですが、周りが柔らかいです。糸栗博士柔らかい？ P985A、柔らかい。だけど、手で押すと強い力で押し仕返してきます。弾力性がある。前にも後ろにも、みっちり。正直すごく気持ち悪いです。糸栗博士我慢して進んでください。壁際の S 付近に到達するまで特筆すべき事項がないため、省略。P985 部屋の奥に来ました。すごく動きづらい。はぁ、狭くて苦しい。酸欠でめまいがします。あ、3メートルぐらい進んだところに椅子があります。この椅子だけは壊れていません。奇妙ですね。糸栗博士椅子を調べてください。P985、数分間の沈黙、椅子につきました。はぁ、何か、椅子の周りだけ弾力を感じません。見えない壁から抜けたのかも。楽になりました。椅子は座るところに黒いシミがあって、汚れているようです。コーヒーでもこぼしたのでしょうか？椅子のシミは、後の映像解析により腐食痕と推測された ?P985 椅子の後ろに壁があって、ちゃん、7歳のお誕生日、おめでとう、とメッセージカードがあります。ちょっと休憩、椅子に座っていいですか？ここしか休めるところがありません。糸栗博士。わかりました。座って良いです。休憩時間を与えます。2分後、戻ってきてください。防護服内に搭載されたカメラが反転。P985 が椅子に座ったため、視点位置が下がる。座ってから約2秒後、P985 の息を呑む音。糸栗博士どうしました ?P985 は、なんだ、あれ、糸栗博士冷静に、状況を説明してください。P985 は、部屋、の中に、ババガモンが、いる。びっしり、通ってきたとこに、短い悲鳴。小型カメラでは P985 の主張する存在は確認できなかった。奥まで侵入した人間、もしくは椅子に座った人物のみが視認できる存在であると推測。糸栗博士化け物の外見的特徴を説明してください。私の方からはあなた以外、生きた人間を確認することができません。P985。カメラが大きく動く。P985 が体をひねったことによるブレ。腹と足が異常に太、くそ、寄るな。太って、天井に頭が届く、でかい、部屋に密集し、全員身体を揺らし、に何かも、7歳ぐらいの大女の子を、持ってう、悲鳴。高さ約60センチメートルの位置に、腐乱した女児の死体が浮遊している。女児の他に複数の死体、調査実験、2で投入された D クラス職員、女児の両親、が、同じように存在していた。P985 が悲鳴を上げる前、一斉に死体が、クラッカーを鳴らすよう、に2つに分かれた。P985、悲鳴、罵倒、部屋から、に、逃げ。P985 が椅子から立ち上がる直前、ペタペタと裸足でフローリングの床を歩くような無数の音が響く。P985 が立ち上がると、未知の力で後方に吹き飛ぶ。壁に激突し、約80センチメートル浮いた形で停止。怪我及び気絶は確認されなかった。糸栗博士 D985? D985、うめき声。糸栗博士今、どうなっていますか？視点位置が高いようですが。D985
985は、あいつら、うめき声、一気に詰め寄ってきて、ぶつか、って、押さえつけられて、壁に、悲鳴。カメラ映像が激しく乱れる。糸栗博士脱出できそうですか？化け物、未確認の存在が確認できた例は初めてです。戻ってきてください。D985 無理、触るな。助けてくれ。直径20センチメートルほどの腐敗物、ホールケーキが腐敗したものと推測、が乗った皿が浮遊し、D985 の方へ近づいていく。録画終了。終了報告書 D985 の命綱を巻き戻し救出活動が行われましたが、D985 を回収することはできませんでした。D985 は道後に栄養失調により終了。その間 D985 は、部屋中に存在する化け物が、拍手をしている、と主張していました。部屋にパチンコ玉を投入すると、不可視の使用外物にぶつかりながら部屋の奥へ転がり、メートルで停止、壁に到達することはありませんでした。室内の調査を行ったところ、403号室のみ緩やかな傾斜が形成されていることが判明。なお室内湿度を調査しましたが、異常な点は見られませんでした。追加調査として、窓に設置した鉄板を取り外し D クラスを回収する方法が提案されましたが、不可視の実態が侵攻者を追跡する可能性が存在しているため、追加調査は保留されています。